M12 は、ヘビ使い座にある、球状星団。距離1万6000光年。1764年、シャルル・メシエが発見した。メシエは、M12 を星雲であるとして、星はない。丸く、かすかと記している。1783年、ウィリアム・ハーシェルによって初めて星に分解された。M12 は、北に、家やロケットのような形の星の並びがあり。 V 字型に縁取られている。その後ろにロケットから吐き出される煙のような形の明るい星々を風にたなびく吹き流しのように連ねている。これをスミスは星々の壮列と例え、ウィリアム・パーソンズは散在する触種と表現している。ゆるく星が集まった中心部の周囲には色とりどりの星の集団に囲まれている。直径は約100光年。 密集度が低く、三階星団と球状星団の合いのこと考えられていた。小口径でかなりの星が分離でき楽しめる球状星団の一つである。口径5センチメートル7倍の双眼鏡では M10 と同視野に見ることができる。このように見える球状星団のペアは、この組み合わせだけである。また、見かけだけでなく、 実際にこの二つの球状星団は3700光年しか離れておらず、事実上宇宙で隣同士であると言える。周辺のこの星は、合計8センチメートル程度の望遠鏡で見え始め、合計15センチメートル程度の望遠鏡では、条件が良ければ中心部まで分離できる。全体の形はわずかに歪んでいて、中に薄暗い部分があることに気づかされる。M10 とは、 大きさや明るさが同程度なのに密集度などのタイプが違うのが面白い。ありがとうございます。